アネット・ルイザンは、ドイツ出身の女性歌手。シェーンハウゼン出身で12歳まで過ごし、その後ハンブルクに移住。大学では芸術を専攻していた。2004年10月ファーストアルバム、ボエームをリリース。同アルバムは45万枚を売り上げ、2005年1月、ドイツ国内でチャート3位となり、デビューアルバムとして最も早くプラチナ認定されたアルバムとなった。 2005年へ交賞を受賞。春にはアルバムを引っ下げたツアーを25都市で公演。その後同アルバムは、2005年2月にトリプルゴールド、2006年1月にダブルプラチナ、2009年1月にクインティプルゴールド認定を受けた。2005年10月2枚目のアルバム、ウナウスガスプロ君をリリースし、27万枚を売り上げ、2006年1月にゴールド認定。 2006年7月にはプラチナ認定を受けた。2006年秋にはヨーロッパツアーを開始し30都市での公演を行った。2007年8月3枚目のアルバム Does Optimale 11をリリース。2007年12月にゴールド認定。2011年1月にはプラチナ認定を受けた。2014年のアルバム The Feel i n f o r m a t i o n は オーストリアのチャートで最高順位4位を記録。ありがとうございます。